一歳分の一の私と一歳分の一歳の自己と、そしてこの一歳分の一歳の中に一歳分の一も含めてるんだ。一歳分の一としては一歳分の一歳の生命を生きてんだからね。でそういう両方の二重構造がある。だから本当は一歳分の一歳っていう限りはね、自己に対する他はありえない。一歳分の一歳だから。しかしながら今度一歳分の一としては他はあるわけですね。だから他に対している一歳分の一っていう自分も一歳分の一歳自己入りの自己の内容だ。決してその一歳分の一を一歳分の一を消し去って一歳分の一歳じゃないんだ。いいですか。だから今日の話はちょっと難しいですよ。この皆さんのすぐに入りきれるか咀嚼しきれるかどうかっていう、そのところ難しいけどね。それでね、結局この、お釈迦さんはね、お釈迦さんの言葉として、法華経の言葉ですがね、三害は皆我が有。この三害というのはこの世界全部です。この受け無け全部、三害は皆我が有、自分のそのものな。その中の主情、生きとし生けるもの、それはね、ことごとく皆我が子という言葉があります。これは法華経のこと。それからそのキリスト教のね、神様、我はありてあるものなり、これは出エジプト記に出てますがね、神様がモーゼの前に現れて、そして我はありてあるものなりと、だから一歳分の一歳だ、神様がモーゼに言われたんだ。これ神様の定義ですよ。こうしてみるとね、その仏教で言う仏さんも一歳分の一歳、それから神様も一歳分の一歳だね。いいですか。しかしながら同時にその一歳分の一歳の中に一歳分の一の主情を持ってんだね。この、仏さんはね、一歳分の一の主情を持っていればこそ、神様は主情、仏さんは主情に法を伝えたいと思うわけで、お釈迦さんが何とか仏法を伝えたいと思うのは、そのお釈迦さんは本来は一歳分の一歳だけなんだ。一歳分の一歳なんだ。しかし一歳分の一歳だけじゃない。その中の主情、ことごとく皆我が子っていうのは一歳分の一っていうものをたくさん持ってるから、それに自分の法を、一歳分の一歳としての法をですね、伝えたいと、こういうのがお釈迦さんの願いだ。から、エホバの神様は、これ我はありってあるものない、もう何から何まで、これが神様。しかしながら
その神様の内容として一歳分の一の人間を神は人間に対してるんだ。だから一歳分の一歳が一歳分の一っていうものを内容としながらまたそれと対してるっていうところだね。それでね、結局そのエホバー神は一歳分の一歳の神の意志をなんとか人アダムの子孫たちにね伝えたいとこういうことを願うんだ。それからお釈迦さんはお釈迦さんで一歳主上に仏法を伝えたいとこう願うわけです。ところがね、問題は今一歳分の一歳という事故はこれ自己切りの事故であって絶対に伝わらないということをさっきも言ったね。これ自己切りの事故なんだから。で少なくとも神識的な言葉では伝わらない。で結局ね、自己切りにの事故になる方だけは伝わる。そこでね、もう言葉じゃ伝わらないけど一歳分の一歳になるなり方ね、その方法は伝わらないことはない。このどういう方法があるかっていうと、これエミール・ブルンナーっていうキリスト教の人が学者いますがね、エミール・ブルンナーの本読んでて感心したのは、祈りとはね神の前に静まることである、言葉があるね。祈りっていうのはね神様の前に静まること。ところがね、そのエミール・ブルンナーのその言葉の背後にはこういう私ブルンナーのその言葉の典故は何かってねあれして、ブルンナーにも私一遍会ったことあるんです。これもう昭和20年代だった。でそれで実際に聞いてみたことあったけれど、詩編にあるって言ってた。それだから私詩編を一生懸命調べたね。だけどそれの直接の言葉はなかった。しかし結局これがまあブルンナーが祈りは神の前に静まることであるって言った典故だろうと思うのは、詩編の詩の8にね、エホバーよ我を一人にて平らかにおらしむるは何時なり、要するにエホバー神様、ね、それを神様が私をたった一人で平らにおらしむるって一人落ち着いていらすいさせてくださるのはそのあなたですっていうことね、神様です、そういう言葉がある。それから詩編の46の10に何時ら静まりて我が神なることを知れってあるね。要するにみんな静まって、そして自分が神だってことを知れいう言葉が詩編にある。それでまたねこの祈りっていうのは、今キリスト教会行くと、神様って言ってみんなの前で祈ってるけれど、聖書読むとそうでないもんね。何時来祈るとき偽善者のごとく現れた、彼らは人に現さんとて街道や王子の角に立ちて祈ることを好むって、みんなの前で祈ることを好きだっていうんだ。まことに何時来に次ぐ彼らはすでにその報いを得たり、何時は祈るとき我が部屋に入り戸を閉じて隠れたるにいます汝の父に祈れ、
らば隠れたる隠れたるを見たも何時の父は報いたまわんっていうね言葉があるけど、要するに本当に祈るのはみんなの前でやっちゃいけないっていうのね。なあの、たくさんの人の前でラッパを吹き鳴らすのとパッパッパッって吹くようにその神様に祈っちゃダメだ、ただ自分一人になって祈らなくちゃ、こういうこと。これはまあキリスト教のその本当の自己切りの事故になる。これ神の前に沈まれって言うけどね、神様には前も後ろも左右もないんだから、本当はただ沈まる。この沈まるってことが自己切りの事故になるってこと。これがねキリスト教のその本当の自己切りの事故になるなり方だ。これは今度は仏教ではこの自己切りの事故になるなり方、これをお釈迦さんが教えられたのは座禅だ。でとにかくお釈迦さんというのは自分の人生悩んで出家されて、そして本当に座禅によって浄土をされたんだ。そしてそういうまっさらな自己の人生を生きようとするっていう、はい、はい、生きる生き方をだね教えられたのが座禅です。でそのそういうお釈迦さんの座禅によって初めてね我々の生命の実物、結局仏法っていうね、それが我々に初めて伝わってきたわけ。それでもうこの仏法っていうのはもうお釈迦さんの時に完結してるんです。もうそれでもうそれでお釈迦さんでもう全て不足はない発見されたんだ。それがねただ表現は変わってくるね、だんだんこの表現はね、あの時とともに時代によって煩悩が複雑になってくるからね、あのインド人のその単純な人たちよりもだんだんこう煩悩が複雑になってくると、その煩悩に応じて複雑な表現でもってその自己切りの自己仏法というものを伝えるようになるわけ。お釈迦さんの表現ではね一番あの素朴な表現だ、あのスッタニパータっていう一番あの仏教のお経として一番あの古いお経とされ、またお釈迦さんの言葉がそのまんま出ているようなお経だけど、そのスッタニパータには何て出てるかというとですね、鯛の角のようにただ一人歩めって、そう書いてある。鯛確本、ただ鯛の角っていうのをこう一つこう立ってるんでしょ、そのようにただ一人歩め、そういうあのお釈迦さんはそういう 単純な素朴な言葉で教えられてる。それが今度だるまさんになるとね、だるま大師になってくると、義従壁貫っていうのは黙って壁向いて座れっていうことだね、ただ壁に向かってじっと座れ、これがあのだるまさんの表現だ。道元禅師になってくると、これを自由三昧っていう、この自由三昧っていうのはこういう言葉ですが、これを今度は沢木老師になってくる、この自由三昧という自分が自分を自分で自分するってそういう話になる。これ表現がだんだん変わってくるでしょ。そして私はっていうと自己の生命の実物、自己切りの自己っていう表現になる。
要するに他と、いかなる他との兼ね合いなし、自己切りの自己、自己の生命の実物という、あのね、私はね、その人生家督音ではね、その仏教用語とか、禅語とかっていうのは一つも使わないで書いてきてるわけだね。でこれはまあ特本だからね、そういうつもりで、その仏教用語も禅語も使わなかった。だけどこの本当は人生家督音は、私はこの自由三昧、自己の人生から出発して自由三昧までに至る道から、自由三昧から自己の人生を見渡した話、それが書きたかったわけで、だから本当は座禅の話書いてるわけだ、自由三昧はね。ところが私、あの人生家督音読んでね、私のところに手紙を起こした人の中に、人生家督音は素晴らしい本だった、これを見て私はどうしても座禅しなくちゃならないと思いましたって、そういう人が時々いるんでね、よくここまで読み切ってくれたなと思う。その大体ボンさんが見たって、この人生家督音ね、ボンさんが見たってこれ仏教の話が書いてあると思いつくやつがいないんだからね。それなのに在家の人でこれ見て、これは座禅しなくちゃダメだって、そういう手紙を起こした人もいるんだから、世の中まちまちだね。で今のこの講義ではね、それ特本ではだから座禅はまあいわば隠してたわけだけど、この講義では座禅の話をはっきりして、この自由三昧の話をしようと思うんです。この自由三昧、自由三昧としての座禅というのはね、一体どういうのかというとね、まず他との兼ね合いのない環境を作ることだ。要するにあんまりわー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 のラジオやテレビつけっぱなしでそこで座禅してって言ったってね、これダメだよ。これやっぱりテレビや座禅、ラジオはお消しなさい。そしてできるだけ静かな方がいい。そしてだから三禅はね、上質よろしくで、恩直節ありってこう、食いすぎてるっていうのもダメだ。あるいはその腹が減ってしょうがないっていうのもダメだ。戦争中のようじゃどうしても座禅にならなかったもん。そしてですね、そのまず諸縁を放射し、万事を休息して善悪を思わず是非を関することなかれとこうあるけれどね、そのすべてあらゆるこう諸縁っていうのはいろんなこう関係ですね、あれはまずやめることね、やめて、だから諸縁を放射し、手放しちゃう、やめて、で万事を休息して、夫婦喧嘩の最中誰んっていう、これやっぱりダメだ。夫婦喧嘩もやめて、で善悪を思わず是非を関することなかれて、あいいとか悪いとか、はい、あれがあんなこと言ったけどあいつは良くない、あれは悪いって言って、そんなことを考えていることもやめるんだ、全てやめる。そしてね、新意識の運転をやめ、念想観の識量をやめて、差物をも測ることなかれというんだからね、全てこう自分の思いも手放して、そしてその仏さんになろうとも思っちゃいけない、悟ろうと思ってもいけない、仏さんになろうとも思わない、それもやめちゃう。でただね、だからつまりね、静かな部屋にまず座布っていうのを置きますね。その
そこをこの丸い布団ですね、パン屋みたいな布団がありますが、それにこうもっとパン屋ってソファーというかな、こういうここにパン屋をうんと入れた、これザフっていう、これを壁の前に置いて、そしてその上尻を乗っけて、そして足をね、その右の足を左のももの上に上げて、左の足を右のももの上に上げて、こういうふう、これまあ日本人なら仏さんのね、仏像の見本の通りやればいいんだ。こういうふうにね、足組むんだ。で、どうしてもこれが組めない人は片っぽだけでいいんだ。で、それが結果札だ。結果札だして、そして、その肩を楽にして背骨を伸ばし、腰を立て、この腰を、腰をこういうふうにやっちゃダメね。これをカッとこう、伸ばして、背骨を伸ばし、肩は楽にして。そして、首筋を立ててね、後頭部をカッとこう、私の頭はそれの見本みたい。で、天井を突き上げるみたい。そして、口はこう、しっぺい口にして、で、あれですね、口の中に空気が溜まってちゃダメだ。舌を上の顎にこうちゃんとくっつけて、こうね。そして、それから手は、こう、北海道院って言いますが、まあこういう形ですね。これも、阿弥陀さんになるとこうしてるわけだけどね。こういうのは行凡の阿弥陀だ。これは下凡下生の阿弥陀と、こういうふうになる。立ち上がってね、こうやってのは下凡下生の阿弥陀。行凡の阿弥陀さんはこうやってます。宇治の平等院の阿弥陀さんなんていうのはね。で、まあだけど、今、我々の座禅はこれ、北海上院、こういうふうに。そして、こうやってこう、ただじっと座るだけが座禅なんです。それで、そうするとね、今すべてのことはやめるんだから。じゃあ何にも、もう、自己切りの事故になるかっていうとね、人間たちはね、今度、外との交渉をやめると今度は頭の中で、わざわざこう、なんか思い出してきて、今度それとこう対話始めるからね。それで、そしてこの思い出したこととこう相手になって、またこちょ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 やはり始める。それだったら考え事してることになる。座禅は考え事じゃない。だからその座禅っていうのはそういう考え事を手放しにすることね。この座禅っていう姿勢はね、いわゆる頭を手放しにする姿勢なんですね。俺手放しってこういうふうにこう、なんかね、我々なんか考えるっていうのは頭の中の手でちょっとこうね、考えるわけだ。考えを取り上げて握ってるわけだ。それを手放しにする、この座禅っていう姿勢は足をぐっとこう組んで、そしてそれの上にゆったりと腹を乗っけて、お腹をふっくらされてるからね、この頭の血が下へこう下がる姿勢だもん。それで、その頭の手放しにやりやすい姿勢なんだ。だから、その気になって頭も手放しにする。これを頭でもってそうしようとこう思ったんじゃ、また頭の考え方だ。そうじゃない。身構えでいく。この骨組みと筋肉で座禅の姿勢をただ守る。これでなんですね。そうするとね、今ね、まざまざと何かこう思い浮かんだでしょ。あいつが、まあ大概の人はあいつが尺に触ったとか、あの人が好きだとかって、そんなことで。それでまあ、そんなことがまざまざと
自分のこれちょうどテレビ見てるようなもんだね。あの座禅しながらあれするとふって頭に浮かぶのがね、おいでうっかりするとそのテレビを最後まで見ちゃう。それをね、頭手放しにした時にね、ふっとこうね消えちゃうんですね。これがね不思議なんだな。このちょうどテレビのスイッチをポンとポツンとこうね切ったみたいに、今までもまざまざと浮かんでいた思いがプツンとこう切れてスッと消えちゃう。そして何のことはない、ただ壁だけが、この壁だけふっと消えて、ただ壁だけっていう、これが座禅のね、うん、面白いところです。そしてこれを座禅のこのだからお釈迦さんのあの仏伝という伝記を読むとね、あのこうあれでしょ、お釈迦さんが座禅している時にあの悪魔が悟り開く前ね、悪魔がバーッて言ってもうあずまあのお釈迦さんを責め立ててるのがあるじゃん。ところがお釈迦さんがそのパッとしたらパッでもってパッと消えちゃうんだね。今度は女の裸の女がわーっと集まってきて、それでお釈迦さんを誘惑しようとする。それをまたお釈迦さんはパッとこうね、それでこうパッと消えちゃうっていう話が仏伝にあるじゃない。あれをいや実際に我々座禅でそれやるんだ。ごまだから我々がこの右の足を左の腿の上に安置、左の足を右の腿の上に安置っていう、こういうのはね、ごま座っていうね、間を下す座です、ごま座っていう。それでそういうの座禅っていうのはそういうのを事実ね、その生き生きと覚めてうっかりすると考えようとしちゃう、それも生き生きと座禅に戻る、これを発心とも言う、あるいは覚足とも言う。発心、この発心って新しい心を発するんだ。覚足ってのは覚めてその座禅に触れるんだ。座禅っていう実物になる。パッとこう、そうするとね、またこうふっと消えちゃうでしょ。そうするとまたその次の瞬間またパッとこうあの浮かぶんだね。そしたらまた座禅にパッとかかるとまたパッと消える。これを何遍でもやることだ。座禅っていうのはね、これを百千万の発することだ。座禅っていうのはただそれを百千万の発する、これも天候、もう天候もう今言わなきゃけど変更もある。で結局の話、我々は座禅して取りともすると考え事が浮かぶけど、それを手放し手放しだけ、そうすると今度は眠くなる。眠くなるっていうのは座禅中眠くなるっていうのはね、なんかこう思いが浮かんだ時眠るね、これ夢を追ってんだ。だからこれも覚める。そしてその生き生きと、だから座禅はね、竜のわあのわだかまるがごとく虎の山に夜に似たいっていうけれど、本当に生き生きと座る。で決してね、その座禅はね、あの座禅っていうと普通世間の人すぐ無念無想になることですかって知りもしないね言うけれど、なんばね、無念無想なんかになれるもんか、人間生きてる感じ頭心識持ってんだから無念無想にはならない。でまたもし無念無想になるんだったら植物人間になれる、
それで手術してもらって植物人間になる。それは簡単に無念もそうなる。でそうじゃない、思いを手放して追わず払わず生命の実物に、座禅の実物に立ち返る発心を百千万の六発すること。で、ね、だから一寸座れば一寸の仏っていう言葉があるけど、実際に今やっただけはやった、その生命の実物に帰っただけは生命の実物なんだ。でそれで立派な座禅、ただちょっと張り合いはないねこれただやってるだけでそれでどうなんだって、どうにもなんないんだからこれは凡夫が張り合いないだけ。張り合いのある話ならあのパチンコ屋へ行ったら、いやパチンコでもって何とか当てようって言って、そしてちょっとあれするとチンジャラジャラって言って出てくる、これは張り合いがある。だけど同じ壁に向かって座ってても座禅ちゃつはそういうチンジャラジャラの話じゃないんだから、ただ頭手放し頭手放しってそれだけの姿勢ね。それでね、ところがね、私はそんな張り合いのない座禅をだね、とにかく坊主になったのは昭和16年でさ、それから以後沢木老師が亡くなったのが昭和40年で、またそれから以後10年間安泰寺でって言って、まあ、昭和50年まではそういう座禅生活ざっとやってきたわけだよ、ね、とにかくね20年30年やってるわけだ。それでこれ全く座禅もあて張り合いがないけれど、またそれと同時に私の生活そのものがまた面壁生活だった。これが良かったね。いくら沢木老師のところに何十年いようとも、沢木老師っていうのは個人だからね、俺、坊主しかつかないもん。だから言えば私は本当は未だに坊主資格ないんだもんいやまた坊主資格のないのが当たり前だと思うね、何も坊主のこと知らねえんだからそれと同時にまた沢木老師に何年ついてても月給一つもらったことない、ボーナスももらったことない、だから恩給も退職金もないんだ。それで丸35年は少なくともついてんじゃない。それでね、それほどこうじっとのだから、そう言うと私がいかにももう迷わずじっといたみたいに言うけど、思うけれかもしれないけど、そうじゃない。こんなバカなことしてて、どんなもんかいつその坊主やめようか、いつ沢木老師のとこ逃げ出そうかって、そういつもこう考えながらただいた。それでこのしかしながらとにかくまあじっとその生活にいたことは事実なんだね。そして分かったことはだそのはっきり分かったことは、私の思いっていうものね、私の頭で考えたことは手放しは手放せるんだっていうことね。でそして手放せばふっと消えてなくなって、さっき言ったようにテレビのスイッチ切ったみたいにふっとなくなって、だからそれこそ坊主やめよう坊主やめようって思いながら座禅してた時もあるさ。あるいは彼女が好きになってしょうがない、好きになってしょうがないって一冬一春中って言いたいけど3年春その考え続けたことあったね。それでもまあ座禅してた、そうしたら4年目の春は何ともなくなった。これが面白いね。女が思い浮かんでどうしても彼女とってこう思っているんでもね、秋になるとそれほどでなくなるんだ
春の頃はもう大変なんだ。それが秋の頃になるとさるほどでもないなってこう思う。それからまたその次の年の春になるとまた彼女と思ってんだね。それでも残念した。するとまた秋になるとまたそれほどでもないっていう。それからまたこの春になるとまた大変に彼女と思ってて、ところがまた秋になるとそれほどでもなくなって4年目の春はもうなんともなくなったもん。だからね、そういう思いしてみてつくづく分かったのは、頭手放しすればふっと消える。これを手放しですよ。百千万の枯発することね。そして結局そうするとふっとこう消えちゃうんで、それで分かったこと、これが大切だ。思いとは頭の分泌物だってことだ。それだけ分かったんだ。これにたったそれだけのことはあった。私三四十年かかってんだから。思いとは頭の分泌物っていう、そういう表現ができてくるのに三四十年かけてんです私。そのじゃあ唾液腺があるから唾液が分泌してくるでしょ。それから胃袋があるから胃液を分泌するんだ。それと同じように頭ってもんがあるから、あの思いが分泌してくるんだ。いや、あの分泌物って言って、物っていうとおかしいっていうのは分泌エネルギーって言ってもいいや。あの思いってやつはこの物質じゃないんだから、自分だったら分泌エネルギーって言ってもいいわ。とにかく頭があればこそ思いが湧いてくる。それでね、このところが普通みんなね、思いってやつを頭の分泌物だと思っていないでしょう。なんか俺が思いついたっていうと、例えばさ、まあ嫁さんがこんなことをしたっていう、あんなことをしたって言ってね、それは私の頭の分泌物だとこう見てりゃいいんだけど、今自分の若い嫁はダメだってこうね思うじゃない。でそれでまあ大変になってくるもん。とまた嫁さんの方は嫁さんで、お母さんあんなことをして意地悪するって言って、ね、またあの今度はああいうふうにしてお母さんに意地悪仕返してやろうって言って、またそれでまあ競り上がってくるわね。これ分泌物だと思っていないから。大切なのは分泌物。本当にね、こういう天気が鬱陶しい時には分泌物が余計湧くからね。これはお天気のせいって効果がまた割り切らなくちゃもうそれがね、そう例えば夫婦喧嘩なんて言うんだって、大概そんなことで起こるんだもん。もう夫婦っていうのは同じ気候条件でさ、そして両方とも鬱陶しいのに、それでむしゃむしゃしてんのに外から帰ってきてむしゃむしゃしてるから奥さんになんか荒っぽいこと言うと、奥さんもむしゃむしゃしてるからそれに買い言葉って言って、それでもって競り上がって、おいで最後には出てかないって言って、そういうような話まで発展しちゃうんです。そうじゃない。あの私なんか今の細君に、今日は天気悪いなって言って、細君も天気悪いから気分悪いですねって、そういや話があった、夫婦の話があったわ。それでいいわけ。そうするとそう喧嘩しなくてもいい。そういうことをね、頭、あの思いは頭の分泌物って、これは大きな知恵だと思うよ。それを私が三四十年かけてあれしたの、今皆さんに教えてんだからね、ちったーな本気になってね。そしてだ、思いは分泌物だってこう分かると、そうすると思いの中でいわゆるいろいろなものが我々こうつかまれるんだからね。きれいな花だなって言ったら、そういうきれいな花っていうのをつかんだわけだから。それであらゆるものがね、我々思いでいろんなものをつかむのね。
だからドイツ語で概念のことをベグリフっていうけど、これはベグライフェンっていうね、掴むっていうとこから来てんだ。で、つまりね、そういう思いの中で捕まえたあらゆるもの、これはね、結局思いが大体頭の分泌物でしょ。で、その思いで捕まえたもんだから、どうせ自己の内容だ。これはまあ、そのだから自己っていうのは世界ぐるみで生きる我だ。この一歳分の一歳は早い話がね。これでもって普通今生死っていうのは生まれる生きる死ぬっていうね、この生死っていうこともね、本当はね、大体生まれて生きて死ぬって言ったけど、生死の分別っていう、これ生まれるのと生まれて生きるのと、それから死ぬのとっていう、そういう分別ね、そういうふうに考えるっていうのは、こう分別っていうのは分けて分けるって言うでしょ、日本語でもね、この分け分ける、それはこの思いで、この心識で初めて分ける。それで本当の生死っていうことは不生の生、不滅の滅でしかない。本当はね、生と死とって言って、死ぬのは怖いって言うけど、本当は生と死とってあるべきじゃないんだ、ないんだわ。思いでもって生だ死だって分けるから、生だ死だ。で、これもね、私のまあ特権だと思われる。私一人のあれ好き勝手なことで考えるからなって、そう思われると尺だから。上だからちゃんと天候を上げるけど、第一ドロン、ね、の巻8人、生字は名字のみ名前だけあって実なし、生字は名字のみあって実なし、世界の法の中には実に生字あれども、実相の法の中には生字あることなしだ、ね、要するにこの普通の世間人には生死ってものはあるもんだと思う。しかしながら実相の法の中には本当の実物としてはね、生死ってものはないんだとはっきり書いてある。それから正法眼蔵の生死の巻に、生より死に移ると心うるはこれ誤りなり、生はひとときの位にてすでに先あり後あり、で、カルがゆえに仏法の中には生すなわち不生というところが不生の生です。滅もひとときの位にてまた先あり後あり、これにおいて滅すなわち不滅というところ、だから不滅の滅です。で、生というときには生より他にものなく、滅というときは滅の他にものなし、かるがゆえに生来たらばただこれ生、滅来たらばこれ滅に向かいて使うべしということなかれ、願うことなかれ、この生じはすなわち仏の御命ないとあるね。で、つまりね、自己の生命の実物っていうのはね、これもう一歳分の一歳、自己入りの自己って言ったら、生と死とってこう二つのものはない。もうどこまでもね、その自己入りの自己、もう一歳分の一歳。それでね、結局それじゃあ、生も死もってないのかっていうと、
まれて生きて死ぬっていうけど、これはね、あれなのは本当はもう自世一歳分の一歳で自己犠牲事故でってべったりね、のあれだったらこれを無量無変なんだからね、これはこの時を仏教ではこれを如来、それでこれを如如とこういう、それでこれを如語っていうんだね。生まれてくるって言ったって何、来たるが如しだ。それから生きるって言ったって何、如如なんだ。そして死ぬって言ったって猿が如しなんだ。それでもう生命の実物って言ったら何から何まで生命の実物だ。でつまりね、一番にその生死そのものが刻々自己の生命こと、そこでね初めて今度価値の話ですよ。我々にとって一番何が大切かって、このその自己切りの自己のこの生命の実物が一番大切なんだ。だからこれをね、その生死の大事っていうの、一大事っていうの、一番大事にしなきゃならないから、生死の一大事っていうの、この自己切りの自己、生命切りの生命と、そういう自己だから、あの今読んだあの正法眼蔵のね、生死の巻でも、生死は仏の御命ないっていう。だけど仏っていうとまたちょっと他人みたいな気がするから、私は生死は自己の御命ないじゃ。本当にね、生死を外にして、その何か 大事なものがあるはずがないんだ。何から何まで私が世界を持って生まれてき、それから世界をと共に生き、世界を持って死んでいくと、そういう生死、それが私にとっての全てであると同時に、その私にとっての最高、大事にしなきゃならない。これがね、だから、要するに人生の真実っていうのはね、その思っても思わなくても、信じても信じなくても、受け入れても拒絶してもそうであるというような絶対事実に従って生きることを真実っていうのはね、それがね、本当のその自己の生命に帰ること、これを奇妙っていうの、南無とは奇妙ないっていう、で本当の自分の人生の行き着くところへ行き着いた生き方をするっていうのは、そのこの自己切りの自己の生命に生きること。で結局ね、今日の話ちょっとね、もうちょっと大事ないいとこへ来ちゃったので、もう時間がそろそろ来てるけれど、まあ皆さんもうあと30分ぐらい、30分はかかんないな、ちょっと辛抱して聞いてください。ここまではちょっと話しないとあれなんで、結局ね、真実に生きるっていうのは自己の生命の実物に立ち返って生きること、本当の生命の実物にね、今みんなね宙に浮いてる、これでもってこの三枚羽でもって宙に浮いた生活してるわけだね。そうじゃない、その生命の実物に立って生きるっていうこと、そういうのはどういうことかっていう、結局ね、大体はね、この物足りようって、これがさ、
あれでしょ、現実否定して物足りようと思ったわけです。それで今度世界現出して、これもあれして、それから今度死を切り捨てた、の一歳分の一の生存的我だけなっちゃうわけですね。それで今度この三枚羽が回転し始めるからヘリコプターで宙に浮いちゃったわけだ。ところがね、このこれもここまで実物から言えばね、 これがまあ生命の実物、しかし これも実物ですね。これも実物だ、これも実物だ。ただこれが回り始めてこうヘリコプターになって飛んでっちゃうのはそこが宙に浮いちゃった。でここはどうするかっていうと、まず初めから今座禅っていうのはね、自己切りの事故になるっていうのはこういう初めからこういうことに、このところに自己切りの事故へ座っちゃうんだ。そしてこのところまああのここを生命とするでしょ、これを心識とする、これを自己とする、これも生命からいろいろ物足りようの思いが湧いて出てくるね、こういうのね。しかしながらもうこれ全部が自己人の自己だって座ってるところを見るとね、そのところから座禅してこうやって見てみると、このこういうふうにこうあれだ、思いは頭の分泌物ってこう決まったんだ。こういうふうにもうその座禅っていうとこから見ると、いろいろ我々さっき話したように私がいろいろ思った、思うことは思う、しかしながらそれは頭の分泌物でしかない、そう見渡してるわけ。それと同時に今度は心識からこうまた心識はいろんなものをこう一切のものを並立してくる能力だからね、一切のものを、しかしながら一切はその自己の中身だって言ったでしょ、自己の内容だ、だから一切ぐるみで一切は一切分の一切なんだからね、一切ぐるみで生きるっていう自分だ、いいですか。そして結局の話、これまたこうなってくると、このそれを他にしてだね、自分の一大事はないんで、これが最高価値にしなきゃ、生じは自己の本命だ。で今座禅というものをね、その、図に書いてみるとこういうもんです。自由三昧としての座禅をね、それでね、結局の話、今座禅してるっていうのはこれ洗濯機の中覗いたとこかで、そんな風に考えちゃ困る。これでもってぐるぐる回る、これでそこのところに頂上してくる、事故が事故に頂上してくんだね、隅清め、これはね、いわばこの洗濯機の中じゃなくて、コマ、こういうコマが回ってんだ。コマっていうのを私面白いと思うね。コマ、そのこの頃コマっていうのは、あの
江戸時代の駒をピューッとやってやったんだろうけど、その駒も発展してピューッとこうあれするとブーッとね、あの回る駒があるけど、本当に駒見てると本当に事故が事故に済んでくっていう感じがするね。はじめはまあこう多少揺れても最後にはブーッて、いかにも残念してる。俺コマっていうのは日本はあれしながら来てんのかもしれないけど、一人楽しむっていい名前つけてるね。この一人楽しむ、私こうその点コマ、面白いと思う。ほいでこのね、今の場合ね、例えばね、こんな話してると、そのいかにもそんな話が俺の生活とどう関わるのかって思うかもしれないけど、例えばですね、家族からみんな見捨てられた孤独老人とか、あるいはがんを宣告されてもういつ死ななきゃならないっていうような人ね、このその1歳分の1歳、1歳児分の1歳児が、この少なくとも、うん、天地いっぱい永遠の自己の生命っていうのね、本当にそういう駒としての自分をその自覚することなしにね、どこに救いがあるか、何かね、その この天地いっぱい永遠の生命としての駒、そういう生命を軸生きてんだってよ知ればこそ初めてね、救いがあるけれど、そうでなかったらもうがん宣告された、あるいはそのもう家族からも見捨てられた、みんな誰もいないんだ、私だけだって言ったら生きがいなんて何もないじゃない。いや、沢木老師もね、最後の時に私に言われたね、もう70年や80年でね、消えてなくなるような命生きてんじゃ何にもなんないぞって、死んでも死なない命を生きなきゃダメだぞって、その沢木老師が、これ私にとっちゃ一番その、最後の遺言のような気がしてる。その沢木老師のこのあれですね、自由三昧の駒っていうのはそういう一歳分の一の駒じゃない。この駒って言ってこんなちっちゃな駒じゃないんですよ、天地いっぱい永遠の駒ですよ。それで一歳分の一歳の駒、そういう駒ね。で一歳分の一の自分もあれですね、この駒は自己の内容としているんだ。それをね、みんなそうじゃない、一歳分の一のこっちの方にね重点を置いて、そしてこれを修行して一歳分の一歳になろうと、こういう、それでこういうのこういうふうにあれすると悟り開いたって、そういう悟り求めるからダメなんだ。それだったら合格不合格の話だ。そうじゃないんだ、我々どっちどう転んでも自己切りの自己の生命生きてんだ、そっから出発しなきゃ。仏法とはそういうこと。ほつとね、なんて言ったってどっちどう転んでも、このどっちどう転んでもっていうのが大切だ。悟っても迷っても生きても死んでもどっちどう転んでも自己自身の自己、もう天地いっぱい永遠の生命生きてんだ、そっから出発するんだ。そして今度こっちの方からこう一歳分の一がを見てるわけだね。で一歳分の一がその一歳分の一歳にただ住み清くなった今の駒だ。それで
それと同時に一切衆生も自己の内容なんです。一切衆生も自己の内容だから、また一切衆生にこの一切分の一切の天地いっぱい永遠の生命のあれもその述べ伝えるっていう。